心霊写真、心霊写真、心霊写真、スピリットフォトグラフ、サイキックフォトグラフとは、霊、自爆霊、不幽霊場合によっては、生き霊などや、エクトプラズム、死神、神物などが映り込んでいると主張される写真のこと。また、映る、はずの被写体の一部あるいは全部が映っていないものなども、心霊写真のカテゴリーに入れられる場合は、日本では、幽霊写真、 霊感写真など様々な故障があったが、1970年代、半ばのオカルトブーム期において、心霊写真の名称で定着した。心霊写真は、観光や記念写真はあるいはテレビドラマや映画撮影など、別の目的で写真を撮影した場合に、意図せず偶然映り込んだものと、高霊界などで霊能者が呼び出した霊やエクトプラズムを期するために、 意図的に撮影するものがある。前者は、事故現場や、自殺の多い場所、人が集まる場所などで写りやすいと言われ、心霊写真と呼ばれるものの中には、墓地や、滝、絶壁、過去に死亡事故を起こした中古車などを被写体にしたものも、多数存在する。その多くがこうした、因縁話に関連付けられ見られることが多いことから、不安や先入観によって、単なる、レンズフレアや、 後日のシミュラクラ現象、または輪郭誘導現象、被写体の角度とカメラアングルの位置関係から人体の一部が消失したかに見える写真を、例の仕業を思い込んでしまう心理によるものが大半で、ある。また、心霊写真を集め、専門家や霊能者を自称する、人々のコメントをつけた本も多数出版され、一大ビジネスに発展した時期があった。 現存する心霊写真の中で日本最古だとされている明治12年撮影の横浜の保土ヶ谷で天徳院という神言宗の寺の住職を務めていた小山天領という人物を写した写真には小山の背後に撮影時には存在しなかったとされる女性らしき人物像が見えるが小池武彦の著書心霊写真によればこの写真を撮影したのは 三田屋市という横浜の写真誌で単なる二重写し多重露光の可能性が高いと言われている背後に写った例とされる女性をこの写真誌が生前撮っていたためである三田は写真館の客寄せの道具としてこの写真を店頭に飾っていたがそれを売ってほしいという客が現れたため高値をつけたところ10日間で300枚も売れたこのように日本でも明治期から 現在心霊写真と称されるものがすでにビジネスとして存在していた。19世紀に撮影された心霊写真には写真を見慣れた現代人の目にはあからさまに稚拙なトリック撮影と見破ることができるものがかなりある。意図せずに撮影された心霊写真は職業的なカメラマンから見るとレンズフレア、ハレーションやガラスの映り込み、 フラッシュの反射などアマチュアが犯しがちな技術的な失敗であること多い。また、フィルム送り不良による多重露出の場合もある。例えば、赤っぽい膜のようなものは、レンズフレアであり、近くに強い光源があると発生する現象である。一眼レフカメラであれば、レンズフードを使用することにより防げるが、フードを使用しないときや、コンパクトカメラを使用したときなどに、 よく発生する。また、車のウィンドウやブラウン管のディスプレイに、光が反射すると周りにある物体がそこに歪んで、映るなどして、顔などが複数映り込んだように見えることも多い。デジタルカメラや、携帯電話のカメラ機能の普及により、機械本体や記録メディアやプリンターの不具合や、設定ミスにて、異常な状態の画像を表示、印刷したものを心霊写真と、勘違いす場合もある。 心霊写真の一種として、オーブと称するものもある。これはフラッシュを発光した際に、ストロボ光が空気中の水分、埃などに反射し発生する現象である。雨季の写真では、最上段のものがレンズもしくはレンズフィルターに付着した水滴が乱反射を起こす現象で、夜間、炉が降りてきた時などに特に発生しやすい。また、空気中で結露した、 水蒸気が湯気となりフラッシュ光で乱反射を起こすことがあり、特に地下からの水が湧き出るようなところや滝の近くでは、夏場などによく発生する現象である。心霊写真の中には鉄像されたものがあり、1989年には小学館の女性週刊誌、女性セブンで心霊写真の鉄像が発覚し、編集長が解任されている。テレビ番組 匿名リサーチ 200X、日本テレビ系、嘘、ジャパン、TBS 系などで、心霊写真の作り方がいくつか紹介され、特に校舎では投稿で人間に顔や肩の手や巨大な、歪んだ顔を、既存写真に貼り付ける手法が公開された、人為的な、心霊写真のトリックの不死を参照。上記で報告されたアマチュアによる、人為的ミスによる、虚像撮影像が、 心霊写真と主張されていた可能性がある。また、心霊写真ではないかとされる写真の被写体が木や岩など自然の造形物であることが多く、この場合木や岩場の複雑な陰影が見方によって人の顔に見えることが多く、写真を撮ったり撮られたりしたものがそのことを気にする事例が多くあった。人間の脳は三つの点があれば顔に見えるようにプログラムされており、 これを、シミュラクナ現象、類像現象という、これが大半を占めるケースがしばしば見られた。実用的な写真技術の発明は1839年、フランスの画家ルイ・ジャックマンデ・ダゲールが開発した、銀版写真法が最初である。1884年に、写真フィルムが発明され、写真技術が大衆化する前に、心霊写真は登場した。 1862年、アメリカのボストンで、高齢術師として知られていたガードナーがある写真屋が、撮影した自分の写真に12年前に死んだとこと、よく似た姿が映っていることを公表した。最初の撮影霊媒である、ウィリアム・マムラーの心霊写真は、脅威の的となり、彼のスタジオには、人々が殺到したという。しかし、マムラーの心霊写真は、 不正なものであるとの告発により裁判訴えられた。後半では写真界の有力者たちが重ね写しする手法について証言した。また、その後、心霊写真はヨーロッパでも注目を集めた。1874年、フランスのパリで写真館を経営するが、心霊写真を発表し、大評判となった。しかし、ビューゲーも写真制作における、 詐欺行為の角で逮捕され、裁判にかけられることとなった。ビューゲーは、後半において、二重露出という方法を使っていた、ことを白状し、一年間の金庫刑と五百フランの罰金刑を課せられた。この刑が確定した後も、識者を含む多くの人は、ビューゲーの霊能力を信じ擁護したという。発明直後から、映る、はずのないものが映るという、いわゆる、 心霊写真が多くあり、一時大ブームとなった。当時の心霊写真は、現在のそれと異なり、非常に鮮明に、霊が写っているのが特徴である。肖像写真においてもどちらが、被写体でどちらが、霊か見曲がうほどに鮮明であったという。そのため、心霊写真を偽造する、写真誌も多く現れ、多くの偽造心霊写真もあった。しかし、当時は写真における、 ピクトリアリズムという一種の偽造的手法で写真芸術を作るという手法があり、偽造そのものに対してさほど大きなアレルギーはなかったと推測される。日本で初めて心霊写真を撮影したというのが1879年、明治12年の三田八一のものである。さらに1九百九年、明治十二年になって、作家の羽河と渋谷元が、 日本国外の心霊写真研究を日本に称した。ただしこの頃の日本では、心霊写真とは言わずに、幽霊写真などと言っていた。このように、心霊写真自体は、第二次世界大戦前から存在したが、当時は映り込んだ人の姿を死んだ身内などと解釈、大切にする風潮があったようである。戦後、カメラの一般家庭への普及に伴い、旅行先などで撮影した写真に、 霊が映っていると騒がれる事例が増加した。1917年7月、イングランド北部の乾村、コッティングリーに住む二人の少女が妖精と戯れる写真を撮ったと大きな話題になり、心霊研究家のエドワード・ガードナーや心霊主義に傾倒していた恋のアーサ・ー・コナンドイルラが本物と認めた。しかし、66年後の1983年、姉妹は、 絵本の妖精の絵を切り抜いて作ったものだと告白した。1922年には、心霊写真も蔓延を憂慮していた手品しらが、神秘委員会と称するチームを作り、当時評判を呼んでいた、バンコーム、デーン夫人などの、心霊写真からのトリックの多くを傍た。日本で有名になったのは1970年代になってからで、女性週刊誌や主婦向けのテレビのワイドショー番組、 角田二郎の漫画、後ろの百太郎など、少年雑誌で取り扱うようになった。1974年、昭和49年からは、太見書房で、恐怖の心霊写真集シリーズを出した中岡都也が、大一人者となっていった。心霊写真は、岩の上や茂みの中に顔が見える、不思議な光が映っているといったもので往々にして、不鮮明であるため、一般人には、 真偽の判定が難しく、義母愛子や織田武道、池田貴族といった、いわゆる心霊研究家による鑑定というシステムが立ちした。また撮影された霊は、通常、撮影者、非撮影者とは無関係であるため愛着の対象とならない。1970年代に中岡都志也は、心霊写真に因縁やたたりはないとしていたが、1980年代に、 なってからは転換し、撮影者、写真の所有者に、災い、霊障をもたらす存在という言説もルフしていく。1980年代前半には、下火となるが、1986年、昭和61年以降再び女性誌で、心霊写真の記事が掲載されるようになり、ブームを迎え、テレビのワイドショーでは、夏の定例企画として放送されるようになったのも、この頃である。 しかし21世紀に入り、デジタルカメラが普及するに従い、フィルム送りのミスによる多重露出がなくなったこと、受光部がフィルムカメラよりコンパクトなためレンズフレアやゴースト、レンズ不アの一種で、光の輪や玉のように見えるもの等の暗室内面反射が減ったこと、レンズがコンピュータ設計され精度が格段に向上していること、オートフォーカスによりピンボケなど発生しにくくったこと、 自動露出の高度なプログラム化により、光量不足がなくなったことなどのカメラのハイテク化が、いわゆる信頼写真を駆逐するようになり、テレビ番組や週刊誌で取り上げられることも次に少なくなっていった。近年では、写真編集機能を搭載した、フォトレタッチ系画像編集ソフトウェア、市販のフォートシャップ、フリーのギンクなどにより、一般個人でも比較的簡単に写真を加工できるため、 心霊写真をデ造し、ネタとして楽しむという趣旨のウェブサイトも見受けられる。心霊写真とは、それまでの日本の歴史上の概念にない新しい霊の現れ方であると、歴史研究家の原田実は主張している。それまで日本で霊というと、誰にも姿が見えない霊、誰にも姿が見える霊たたるなど、 因縁のあるものにのみ現れる霊の三つしかなかったが、肉眼で見えなかった霊がカメラという特殊な技術を通して見えるようになったというのである。原田は、この特殊な技術で霊が見えるというのが霊能者という概念を生み出したとしている。漫画家の西眼良平は、鎌倉物語の主人公である一色先生に、幽霊は、精神的存在であり人の目に見えて、 カメラでは映らないのが自然だと語らせている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。